まだ。そんな、ドクターこそ私の膝で。教えなきゃダメですか？魅力の実に麗しの霊です。やだ、全然似合ってないですよ。言わないでください。私、日本人です。でも、ずいぶん口がお上手なんですね。ドクターって恋人はいるのですか？変なこと聞いちゃって。私の家は
わかりません。ドクターの言われる通りだと思います。でも不安だったんです。もう絶対に変なとこに売り飛ばされるって思ってたから。はい、どうしてですか？そうなんでしょうか。この島に来てしばらく経った日のことなんですが、私はお前の父を脅迫するつもりなど初めからなかったし、これからもそんなことをするつもりはない。くだらん。なぜこの私がそんなことをしなければならんのだ。思い上がらぬよう釘を刺しておくが、私が欲しかったのはお前だ。ただお前という入れ物が欲しかったのだ。分かったらもう下がれ。私、人質なんて思われてません。父からもらった手紙にも書いてありました。不正輸出のことではもう脅迫されてないと。やましいことは一切やめたみたいです。でもその会社の方は。苦しいことになってるみたいで、私のお給金が少しでも足しになれば。給金は手渡しなんですけど、仕送りの分だけ銀行へ直接振り込んでもらってます。え？
メールでプリントアウトされた紙でした。え？どうして？私、どうしたらいいんでしょう。守られてると思ってたのに、ずっと見守ってくれてると思ってたのに、旦那様もお父様も誰もいなくなっちゃった。私の旦那様になってくれますか？おい、誰かいるのか？
少し下がってろ。もういいぞ、上がってこい。ここで何をしていた？他の連中に見つかる前に屋敷へ戻れ。その代わり、私に助けられたことは喋るな。お前たちを閉じ込めたのは庭師のゲオハルトだ。さあな、東洋人に恨みでもあるんじゃないか。あのドクター、お屋敷に戻ったら休みをいただきたいのですが。夜分失礼いたします。待ち人来たらず。そんなお顔をなさってますよ。あなたに知っていただきたいことがあります。それを話すべき段階まで来たのです。いかがでしょうか。ありがとうございます。いえ、このままで。セパラシオンの時まで残り38時間。あなたが選ばれた理由から説明します。1999年8月12日、その日あなたにとって重大な事件が起こりましたね。
あるべきはずのない夜が突然訪れ、あなたはその魔性に見入られた。さあどうでしょう。事実関係などは知りません。それを知るつもりもありません。私にとって意味があるのは、あなたがその日魔性にとらわれたという事象のみ。あなたがこれまで紡いできた運命の流れ、それが私に知り得るすべてなのです。ご推察の通り、それが本業です。そんな意味で言ったのではありません。あなたが選ばれたのは、あなた自身の選択によるものだと言いたかったのです。その通りです。それでも他に選択はいくらでもあった。我々は強要することは何一つしていません。お分かりでしょうか。あなたがこの島へ来るという選択肢を選んだこと、それが魔性の意味です。あなたは自ら選ばれるべき運命を紡ぎました。私はその道を指し示したに過ぎません。そうでしょうか。まずはじめに、ある運命の形があると考えてください。それは悲劇や奇跡といった形容詞で表現される出来事でした。まるで一幕の舞台のよう。舞台を再現するためのシナリオはすでに用意されています。あなたはその重要な登場人物。あなたはキャスティングの条件に合致していたのです。理由といえるものはそれだけです。ある運命の形と申し上げたはずですが、あなたがいなければ舞台は完成しないのです。キャスティングの条件は3つありました。第1の条件は、あなたが自らここを訪れる運命を選ぶこと。その通りです。この舞台のテーマは運命ですから、なるべくしてなるという自然な流れが必要なのです。運命を無理やりねじ曲げて演出したら、それは必然的に失敗という結果を招くでしょう。モンセギュール城のあの夜のように。第2の条件の説明は、そうですね、明日書斎においでくださいませんか。面白いものをお見せしましょう。より理解が深まると思います。ありがとうございます。そろそろ本題をお話ししてよろしいでしょうか。あなたの役割のことです。
では簡潔に。あなたには手術を行っていただきます。いいえ、あなたしかできない手術があるのです。ご心配なく、何の問題もありません。時が来れば、あなたはご自分の意思でそれを行うでしょう。夜も遅くなってきましたので、この続きは明日書斎で。では私はこれで。